リサです。今回はアリサが駄菓子屋さんで1000円分お菓子を買ってきたので、それを紹介していきたいと思います。それではスタート。ティアラチャンネル。それがじゃん、こんな感じです。たくさん入ってます。結構重いよ、10トンくらい。じゃあ早速紹介していきます。1個目、これはね、アリサが大好きなお菓子。みんなわかるかな、ちっちゃい頃にね結構食べてました。これがじゃじゃん、こちらはガブリチューです。ガブリチューのコーラ味、ガブリチューのソーダ味、ガブリチューのマスカット味、ガブリチューのグレープ味。これはね美味しいのでぜひ買ってみてね、みんなも。じゃあ2つ目、じゃじゃーん、これはベビースターの焼きそば味です。このソースがとっても美味しいので大好きです。これもねお店にあるときは買います。次はじゃじゃん、プッチョのグレープ味です。これはプッチョのグミが大好きなので、これねプッチョのグミだけ売ってるのがもう本当に嬉しくて買いました。音もいいね。じゃあ次はいきます。せーの、ぴょーん、これはロングチューです。まずロングチュー、上がロングチューのグレープ味、下がソーダ味です。これはちょっと硬いんですけど噛み応えが良くて長いからずっと食べられて美味しいです。次はじゃじゃーん、パワーペーパーです。これねコーラ味で、あのね1本買ってると思わなくて2本買っちゃいました。コーラ味のパワーペーパーが2個とグレープ味が1個です。これはねサワーでスッキリして美味しいです。最後大物です。せーの、じゃーん、可愛いでしょ。これくまちゃんのコンペイトーです。たくさん入ってますね。見た目も可愛いから、これインテリアとしても飾れるし、それに食べても可愛い、美味しい、一石二鳥。以上です。ティアラチャンネル。これの合計金額は1085円です。で、皆さん、これだけだったら物足りないじゃないですか。なので今回こんなものを用意しています。せーの、じゃーん、わかるかな。これでお菓子パレットを作ろうと思います。2回目だね。このお菓子パレットなんですけど、このシールはダイソーさんで購入しました。ユニコーンの夢川のシールです。で、ここには友達から誕生日プレゼントでもらったマカロンのシールがあります。あとこのキャンディーももらいました。